どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズです。さあ皆さん今回 T シャツできたよというご案内です。この G マークっていうのは、うん、今年、はい、デザインしたやつでございまして、今年2023年はガズレレ生誕10周年ということで、はい、イベント開催した時に先行販売をしてたんですけど、うん、とうとう、はい、ウェブでも販売がスタートになりました。皆さんこの G マークいいでしょ。シンプルで、まあ、めっちゃ可愛いよ。キャップとかあとトートもあるんだよね。そう、トートもちょっと後で見せるけれども、はい、あのこの G マークっていうのがね、今回こうなんていうか胸にワンポイントっていうかね、うん、ワンポイントっていうのはでかいけれども、どうですか。いや、いいんだよ、なかなかいいんですよ、これがほらね、可愛いんだよ。ちなみに僕が着てるのが身長は170って言いたいけど169ぐらいのガズが M です。これ M サイズで、私はね、身長160センチの私が着てるのが、ウーマンのウーマンサイズっていうのがあるんですよね。そう、ちょっとね、ゆったりめで肩がね、まあ、女性っぽい感じ、ね、うん、あと首もね、いいんです。そうそう、これは女性っぽい感じ、はい、僕のはね、いわゆるスタンダードなあれやつですけど、ここにもちゃんとガズレレのこのパッチがついてるんですよ。これがついてます。はい、これがね、いいんですよ。はい、そして、トートも見せてもらおうかな。はい、はい、まあまあ、今日見てもらったら分かるけど、めちゃくちゃすごいいい天気になって、もう今の時期これからも T シャツでしょということでですね、もう今日ね、はい、このご紹介の動画を撮っているんですけど、うん、ぜひ皆さんゲットしてください。今年の夏はこの G マークの T シャツ、他にもありますけど、スタンダードの T シャツが、ね、あとこれトートバッグ、これが2種類、そう、大きさ、これが M サイズ、M サイズ、これすごい便利ね、やっぱね、これ僕がいつもこれ僕普段持ち歩いてるやつです。はい、で、あ、ここにもガズレレってタグがついてます。ちゃっかりと、ちゃっかりと、はい。で、ハニーさんがいつも持ち歩いてるのは、はい、私はこれちっちゃい S サイズだけど、そう、 S サイズなんだけど、もうね、マッチがすごいからね、うん、このね、たくさん入る、ここのね、あのね、幅が、そう、だからこれかなり入るよね、かなり入る。そう、なんでこの T シャツ着てこのトートバッグ持ってたらね、もう本当にすごいでしょしかもこのキャップで極みつけです、はい、すごいね。まあまあそんなことでですね、このね、実はね、 T シャツを販売する動画をさ、撮りたかったんだけど、うん、もう雨ばっかだったじゃないですか。そう、今回晴れたぞっつって、めちゃめちゃ気持ちいい。いや、この南信州の晴れた大空の真下から、はい、今撮影しております。まさにやっぱもう T シャツだよね。 T シャツだね、やっぱ T シャツでも、うん、今俺思うのは暑いから白がいいすごい気持ちいいもん。そうそうそうね、うん、気持ちよさそう、うん、まあでも黒も締まっててやっぱかっこいいけど ね、 そうだね、はい、これもう最近ガズレレ動画でもこの T シャツで、うん、動画も撮影してるんで、まあ、はい、見たこと方あるかもしれない。これガズレレのニューデザインですからね、うん、はい、でいわゆるスタンダードのデザインもありますからね。はい、あります。いわゆるこのニョロニョロしたこのロゴがプリントされたものと、あとはこのロゴが、ボックスのロゴね、ボックスロゴ、これ見えてんのかな、見えてる、ね、見えてる、これが、プリントを胸にプリントされたものもありますんで、はい、概要欄にその販売する T シャツとかグッズを販売しているページのリンクを貼っとくんで、うん、ぜひそこでご注文ください、はい、その T シャツを着てですね、7月23日の博多のHMV と、はい、8月8日の渋谷の HMV での、はい、無料、ガズレレ、出版記念イベントもお越しください、うん、この T シャツ着てるだけで、あの人ガズレレ好きな人だっていうことで、うん、みんな声かけ合っていきましょう、はい、T シャツを着てですね、よろしくお願いします、はい、まあこれ梅雨明けたのかな、明けたんじゃないかな、明けたと思いますということで、はい、そんな日に T シャツのご紹介ができてよかったということで、はい、はい、いいでしょ。ちょっとこれ1個さ、紹介していい？どうぞ。これね、G なんだけど、ここにね、ステッチのね、そうだそうだ、このステッチがね、こうやってこうデザインされてるんですよ。よく見るとね、それがね、可愛いの。ほら、見て、このステッチ、これ、で、ここにハニーさんがさ、これ刺繍、トートバッグでも言ったんだけど、毛糸で刺繍するのにすごく可愛いって。これトートバッグでは、これこんな感じ。あ、そうか、これって紹介動画あるんだよね。そう、あるある。じゃあこれも概要欄に貼っときます、はい、このやり方、はい、こんな風に自分でね、色をつけて、例えばこれだったら黄色とかでなんかやってみたら面白いかもしれない ね、うん、なんかそんなのもね、カスタムメイドできるような要素も盛りだくさんなんで、はい、ぜひ、あとね、そこのこの T シャツの販売グッズ見てもらうと、もう水引きだとかストラップだとかいろんなもんあるんで、他のもんをいろいろちょっと冒険してみてください、ね、ということで今日は
こんな晴れた晴天の中ニューデザインの T シャツご紹介できて嬉しいぞということで、いやいよいよ夏がやってきたね、ウクレレといえば夏ですよ皆さん、はいはい、まあトートバッグ持って T シャツ着てあちこちお出かけしていきましょう、はい、それでは皆さん楽しい夏を作り上げていこうぜ、自家発電、バイバーイ、バイバーイ、イエーイ。